はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、期間満了前に建物が滅失した場合、これは初めて更新するまでの間に建物が滅失した場合、これと1回以上更新した後に建物が滅失した場合、まあ、建物がなくなった場合ですね。この場合どのようなルールになっているのか、ここを解説していきたいと思います。まず期間満了前に建物が滅失した場合、例えば存続期間、契約期間を30年として地主と借地契約を結んだと、で土地を借りて建物を建てた、でこの30年の間に建物が例えば台風とかで壊れてしまった、倒壊してしまった、まあ、そういった場合ですね。この場合土地の上に建物がない状況なんだけれども、これでも借地契約は終了はしないんですね。30年っていうふうに存続期間決めた、契約期間決めたのであれば、その30年間は土地を借り続けなければなりません。これが原則です。で続いて2番目、地主の承諾を得て再築をした場合、まあ、地主がじゃあ建物建て替えていいですよ、新しく建物建てていいですよというふうに承諾を得た上で建物を再築した場合、この場合存続期間どうなるかというと、承諾の日または再築の日の早い方から20年間存続します。例えば30年契約で20年経った後に建物がなくなって、で承諾を得たというのであれば、そこから20年間、だからまあ合計すると40年になるわけですよね。20年間使って建物が壊れて再築して、またそこから20年ということなんで、まあ、合計すると20年、20年、40年となるという話なんですよ。でもし残存期間が20年以上残っているという場合、例えば30年契約をして5年目に建物が滅失して、でその年にもう建物建てちゃったと、承諾を得て建物建てたとなった場合、まあ、そこから20年ってなってくると5年プラス20年だから25年じゃないですか。でももともと30年契約だから30年の方が長いわけですよね。この場合は30年の方が適用されるよという話です。また地主と借地権者との間で合意をして、まあ、20年以上で定めたというのであれば、それは OK ですよっていう話です。例えば20年後に滅失をして承諾を得て再築して、じゃあその後は30年にしましょうっていうふうに合意があったというのであれば、まあ、30年存続するよと、まあ、延長するよと、まあ、いったイメージですね。で続いて3つ目、地主の承諾なく再築した場合、まあ、これはもう簡単に言うと無断再築と、まあ、呼ばれるものなんですけども、まあ、この場合期間満了時に建物があれば、つまり存続期間が満了した時に建物が存在しているというのであれば、もうこれは法定更新となります。つまり初めての更新なので、存続期間は20年として更新されますよと、まあ、いう話です。だから無断で再築したとしても、とりあえずは住み続けることができる、土地を使い続けることができるという話です。で続いて更新後に建物が滅失した場合、つまり1回以上更新があった後に建物がなくなっちゃったといった場合、この場合もう借地権者から解約の申し入れできるようにしてるんですね。つまりもう借地権者はもうこの土地使わないので解約させてください、これ OK ですよっていう話です。この存続期間満了前の話、更新をしたことがない状況の場合っていうのは、借地権者からの解約申し入れこれできないんですよね。で一方でこっちはできるというふうになっております。で解約の申し入れをしたら3ヶ月後に借地権はなくなりますよっていう話です。また地主から解約の申し入れをすること可能なんですね。つまり借地権者が再築したいと言ったとしても、いえいえ地主としてはもうこの土地返してほしいですということで、まあ、再築しないでください、もう土地返してくださいというのであれば、地主から解約の申し入れをすることも可能です。まあ、この場合も3ヶ月後に借地権が消滅しますよという話ですね。これが基本的なルールになってきます。まあ、細かいルールあるんですけども、この基本的なルールっていうものをまず大前提として頭に入れておくと、これから細かい部分勉強する上で役立ちますので、ここの部分最低限頭に入れておきましょう。
で、個別指導ではこの前と後の考え方の違いがあるんですね。これについても合わせて解説していきます。これを知っておくと、このルールも頭に入れやすいですし、細かいルールも頭に入れやすくなりますんで、もし考え方がわからないという方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひお申し込みください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。